ようこそ和歌山ミュージアムへ。皆さんはジオパークという言葉をご存知だろうか。ジオパーク、それは太古から続く地球の営み、そして大地と私たちとのつながりを感じ楽しむことができる場所。本州の最南端、和歌山県で雄大な太平洋に面するここ南紀熊野ジオパークでは、大地の成り立ちを直に感じることができる。ここは海の底にたまった地層に昔の火山活動の影響が加わって独特な大地が特徴です。大地を上に熊野信仰とかですね、人々の生活が加わって、日本でもとても珍しい場所になってます。南紀熊野にはなんと100カ所を超えるジオパークの見どころ、ジオサイトが存在しているのだ。その中でも代表的なジオサイトがこちら。海中を850メートルにわたりそそり立つ巨大な岩、規則的に並ぶその姿が橋の杭を思わせることから橋杭岩と名付けられている。およそ1500万年前の大規模な火山活動によってこの絶景が作り上げられた。弘法大師と天の尺が賭けをする中で一夜にして現れたという伝説も生まれ、国の名勝、天然記念物に指定されている。続いては南紀白浜の名で知られる白浜町。リゾートタウンとして有名なこの場所だが、志原海岸、円月島などジオサイトの宝庫でもある。ここは千畳敷、太平洋に向けて突き出した白く柔らかい大岩盤が荒波に浸食され壮大な景観を形作った。幾重にも重なる大地の変動の歴史、その広さは畳を千枚敷けるほどあると言われている。海岸に放つ圧倒的な存在感、 S 字型に力強く地層が折れ曲がるのはフェニックス周極。およそ2000万年前から4000万年前にできた周極と呼ばれる地殻変動の痕跡だ。途方もない地球の営みに触れることができるこの場所、中学校の教科書にも採用されるなど世界的にも有名な地質遺産である。周囲およそ2キロメートルの陸続きの島 S 崎、かつて海底だった場所が隆起した特徴的な地形。島内は200種余りの亜熱帯植物の密林に覆われており、木々の樹齢は300年を超える。そして島の中央に鎮座するのは春日神社。島全体が神の聖域となり、神秘的な空気に包まれている。高さ100メートル、幅500メートル、清流古座川に沿ってそびえ立つ岩の壁はおよそ1500万年前の火山活動によって形成された日本最大級の巨岩、古座川の一枚岩。季節や天候ごとにさまざまな表情を見ることができ、訪れる人を楽しませている。そして落差133メートル、滝壺の水深10メートル以上にも及ぶ大滝、那智の滝。流下する水量は毎秒1トン程度と言われている。水が豊かに循環する熊野の森、そして深い自然に支えられた熊野信仰を象徴する、人々にとって特別な場所となっている。悠久の時を経て地球が形作った唯一無二の景観、いつもと少しだけ見方を変えてここにしかない風景を探しに旅に出てみてはどうだろう。和歌山県できっと出会えるはずだ。